はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということでやっていこうと思うんですが、最終日6月30日ですね。本日ゲリラ無料ガチャ来ておりますということで、生まれる国を間違えただけですの、サエのね、SSR の、サポカのガチャがゲリラ無料来ましたよということで、今回はね、これを引いていこうかなと思います。でね、こうなるとちょっと誤算というか、あれだったんだけど、ジューンブライトのガチャが、最終日ね、ゲリラ無料来てくれたら、150貯まるから交換できるんだけどなーなんて言ってたんですが、こっちじゃなくてサエガチャでね、ゲリラ無料来ちゃったね、ということで、まぁ、ちょっとね、どうしよっか、これ。150貯まんないなーっていう。150貯めるために、ジューンブライトの方のガチャをジェムで回すっていうのはちょっと、微妙かなと思うので、まあ、とりあえず、1日1回無料のやつ引きますが、だからね、星3確定、SSR 確定のチケット1枚ずつと交換しちゃって、ちょっとジュンブラ国神は一旦諦めるかっていうのが一つの選択肢。で、もう一つは、まあ、ジュンブラ国神ね、記念にもらっとこうってことで、1回ガチャを回して150ポイントにして交換しちゃうかっていうのがもう一つの選択肢という、一応2つね、選択肢あるんだけど、どうかなぁ。ちょっとね、ジュンブラ国神のためにどれぐらい、いやでも微妙だよなぁ。せっかく 1.5 周年が来てるから、これからお得なガチャね、出てくると思うので、まあ7月1日になったら増えるであろう新選手とかでね、まあラック系が来るんだったらそっちを狙った方がいいような気がするし、まあただね、こういう期間限定のやつってやっぱ本体だけでも取っときたいなっていうコレクション的な意味での話があるので悩ましいんだよね。いやーでもちょっとこれに、これ10連ジェムで回すかって言われると、そうね。まあ、ちょっとやめとこうかなという気持ちもあるんだよな。まあ、そうすると、ジューンブライトのポイントの交換所に関しては、まあ、一応ね、今30日日付変わった瞬間なんで、まあ、3時にまたゲリラ無料来るっていうこともあるんだよね。だから、まあ、ちょっと様子見るんだけど、ただね、まあ、30日午後、1日出かけてるので、まあ、ちょっとこれは俺の都合だが、もしね、3時以降にこのガチャのゲリラ無料が来た場合っていうのは、まあ大変嬉しいが、引けるのギリギリになりそうだから動画にできるか怪しいなみたいな、そんな感じのこともあったりはするんだよね。まあ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 、でもその辺のことは、とりあえず、終わってから考えようということで、まあ今回はね、サエのサポカのゲリラ無料を、引いていきましょうという感じですね。OK、じゃあ行ってみましょう。あれちょっと待って。一応ピックアップ確認。まあ、このままで問題ないかな。オッケー。引きましょう。行きます。さあ、どうよ。せめて黄色。青いね。青いとね、ちょっと、うわ、マジかよ。ちょっと待って。金玉一個もなしはね、あまりにも救いがなさすぎる。何の楽しみもないよね、ここ見てても。マジかよ。うわぁ。ちょっと待って、初めてかもしれん。ゲリラ無料のでとはいえ。あれ初めてか初めてかもしれんね。星2すらない。星2つか、SR すら1枚もないっていう。衝撃的。ああ、まあでもそうか。レアは 66.15 で別に SR 以上の確定枠とかがあるわけでもないから、まあ今まで一つは光ってたのはラッキーだったということなのか。マジかよ。はい、というところですね。で、そうなると、メモリアルジェムどうしよう。500ね、今日までなんだよね。で、3時でゲリラ無料が来るんだったら、ちょっとこっちを引こうかなという話はあるけど、結局ね、ゲリラ無料を待つっていうことだったら、別に500ジェムの使い道とは関係ないから、500ジェムは、
そういえばさ、なんでメモリアルジェムこれだと使えないの？いや、これで弾けるんだったらこっちもありかなと思ったのに、なぜかね、メモリアルジェム使えないんだよね、このガチャだけ。特に説明とかにも書いてないから、1.5 周年キャンペーンの記念ガチャではメモリアルガチャを使うことはできませんとか、どっかに注意書きしとかないと、使えないんだったらね、ダメじゃねっていう気もしたんだけど、特に書いてはいないよねって思ったんだけどね。まあまあまあいいや。うん、そうだね。だからちょっと500ジェムの使い道ということで、1.5 周年のグレードアップガチャの初回分だけ引いてみようかなと、思います。まあこれでも一応ジュンブラ国神出る可能性はあるので、まあこっから引ければ問題なしというか完璧って感じなんだけどね。まあちょっとじゃあこれだけ、引いてみましょう。いけ、ちょ、ジュンブラ国神最後に来い。へー、潔か。潔、バロー乱入なし。金玉なれ、ならない。だー、これは、ダメなやつだな。うーん、そうだよね。そっかー。あれ、なにこれ、ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。あれ？今引いてたのこっちなのに。びっくりした、今。ガチャが急に切り替わった。これは ?3 回限定、大感謝ガチャ。あー、まあ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 。とりあえずこれは、引かなくていいか。はい、まあね、ちょっとこれ、ステップ2はね、2000で、1枠確定なので、まあステップ1引いたらステップ2引いてみるのもなくはないんだけど、そうね、まあでも1枠確定からのジュンブラ国神は 5% だからね。まあやっぱちょっと撤収かなという感じですね。まあ一応ね、ブルージェム今5000ちょうどあるので、ステップにステップ3と引こうと思えば引けるという話ではあるし、どちらも確定枠があるので、ジュンブラ国神記念に1体がマジで欲しいっていうんだったらここを狙うんだけど、ただね、1.5 周年絶対明日なんか選手来るもんな。ちょっとジュンブラ国神は今からだとね、ほんと記念に1枚以外の選択肢ないから、トツルとかができないので、まあ明日に備えるのがいいんじゃないかなというとこですね。そうか。最後まで来なかったか。ちょっとね、期間限定キャラに関しては手に入らないと、ここにも出てこないのか手に入らないとね、次いつ手に入るかっていうのすらわからないので、まあできれば記念に1枚は欲しかったかなというところなんだよね。選手の方は今まで一応取れてたのか、スペシャルサポカのハロウィンのやつとかが期間限定で、1枚も取れてないのかな、俺の場合ってとこですね。まあ国神についてはちょっと残念ながら縁がなかったかなという感じですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いいよいしょ。